きょうは北海道や東北を中心に雪を伴って非常に強い風が吹く見込みです。北海道では陸上でも最大瞬間風速が35メートルと予想されていて、見通しの効かない猛吹雪、いわゆるホワイトアウトの状態になる恐れがあります。めっちゃすごい。予定のルートをですね、走行する今日は、今度というよりも不可能となりました。これはもう潔く今日のルート走行は全て中止をして、今日の宿泊地に向かうという決定をさせていただきました。実は皆さんこっちにも行ってみたかったんじゃないかなと思う、釧路の方に行ってみました。ホテルのインフォメーションをお渡ししますので、直接皆さんのナビゲーションで向かってください。手が痛い。ここからですね、知床、斜里抜けて知床に行く予定だったですが、知床に行く国道が通行止めになってしまったということで、急遽宿泊場を釧路に向けて行くようになりました。はい、まあでも釧路なんですけども、太平洋側は好天ではなくて普通に晴れてるということなので、そっち側に降りていくというふうな形になりました。でその、まあ、単純に行ってしまうとなんか2時間弱でもう着いてしまいますので、その前に根室に行ってですね、根室市の、海岸を走れるところがあるので、そこのポイントに行って、でそこから釧路に降りていきたいと思います。安全運転で行きます。行く？どこ？ないんだけど、あ、そこか。もうちょっと先か。ちょっとじゃあ美容さん、あ、美容さんに入りますか。はい。この強烈に硫化水素の匂いが。早いですね。ここでスタックしとったらすごいみんなに笑われる。ダメじゃん。もう風でダウンになってるっすよ。砂丘みたいになってる。砂丘みたいになってる。風紋がすごい。これはちょっとね。洋さん。全く動かない。木がかぶっちゃった。ちょっと待ってね。391はタッチしてる。391はダメだよ。あ、向こう？はい、トラック立ち往生。じゃあこっち？で、トライする。あ、前行って。どっち？前。な、前行って。どっち？こっち？あ、そう。あ、了解。じゃあちょっと U ターンする。
俺らがいた時に、うん、ああちょっとじゃあ電話してあげようか。松本さんちょっとあの降りられないの。高いそうだろうよ。ああそう。おお、砂湯で砂湯。ほらあれよ、あれどれ、どういいじゃん、ここいいじゃん。凍ってる。凍ってるよ。入れるちょっと流氷っぽい。流氷のざっくり行こうよ。ちょっと入れる。これ右側の駐車場を置いて歩けばいけるよ。ああそういうことね。やりがいか、うん、あ危ねえ危ねえ。ハザード大抵見えねえから。あ、分かった分かった。全然見えねえよ。はいはいはい、ぶっ込むから。ぶっ込むね。マジぶっ込むね。自由だな。やべ、真っ白だ。真っ白だ。マジ自由だ。鹿賀から根室の方にちょっと向かっていこうとしてですね、243をですね抜けて根室の方に向かおうとしたんですけど、ちょうどここはどこだろうな、パイロット国道と言われているとこですかね。はい、摩州の駅を過ぎたところの243、根室に抜けていくところで、で、あの通行止めになっちゃっている状態ですね。なのでこれからですね、今度また少し戻って南下してですね、は多分行けないな。どこ？はい。うん。下行って串の方まで降りないとこれ行けない感じ。あっけまで行かなきゃいけないですよね、これね。これ、あっけの道が県道44ですかね、これ。線路沿いの道ですか？釧路本線。あっけ。あっけって同じ。あっけ。厚い岸。これ、ここはね、牡蠣が超うまいの。マジっすか。それ？ね。牡蠣の町なんで。やべ。行く？ここ行きますか、じゃあ。じゃあ、ちょっと牡蠣の町行こう。さっきの何ですか、交差点まで戻って、交差点で持ってですね、ガソリン入れていきますね。ガソリンが入れますね。はい、素晴らしい。あ、降りてきた。動画動画すごい。単調だけど単調。すごいね。はい、飛来してたね。うん、ガイドの人もすると、もう絶滅危惧種で10羽ぐらいしかいなかったのが、今みんなが頑張って増やしてこれだけ。で、単調鶴って北海道にしかいなくって、まあ、あの貴重だっていう。そうですね。で、これんなにいるの今。すごいね。奇跡だね、今日。来てよかったね。まあ、あの、すごくない？タイミングだね。すごいタイミングだね。うわ、綺麗。それなんか躍動感あるじゃないですか。それはバズるね。バズるね。さっきの飛んでくんのも、飛んでくんのもね。で、現在お昼の時間です。はい、お、うわー、いいねー。いい感じじゃないの。いやー、来たじゃない。はいはいはい、
まあ、釧路もこんな感じだと思うけど一緒じゃねえから。一緒じゃねえかよ。ごまがありますよ。厚岸なんですか。厚岸なんだね。柿が有名なんですか。柿が有名。めっちゃ柿。厚岸の柿は半端ない。1キロメートル道なりです。およそ200メートル先、左方向です。やべえ、あっちだったか。まあ僕は柿苦手なんで違うもの食べますけど。やばいね、この車多数決で行くと行かないですよ。柿ダメです、いやいや柿の店行ってください。僕柿の店でエビかなんか食べますか。あの3人中2人柿ダメですよね。まさかのまさかの。肉行きます。いやいや柿で、いや柿何のためにだから 柿の店行ってください。柿の店で僕ハマグリ食べますか。ホタテとかホタテいいよ。ホタテないですよ。いいよ、ホタテもいいと思うよ。いいじゃないかな。 A ウロコ。あったあった、閉まってる。そうでしょ。いやいや、そんなわけ。あれは閉まってねえのか。閉まってないよ。やってるわ。営業時間はやってるわ。午前10時からやってる。10時から午後3時まで。おお、ギリギリすごいっすね。いいんですか。だからどれが SNS とかで紹介してる。マジっすか。こん、うおー、どれが一番うまいですか。食べ方によってなんですけど、加熱して焼いたり蒸したりするのにはバレーモンが向いてます。なるほどね。で、生食で食べるのは柿エモンが柿エモンだ。おー、これを一つやめて、はい、まずこれ、ユッケ焼きを一つ入れてもらって、ユッケ焼きが一つ、はい、で、ユッケ定食は柿抜きのを二つにしてもらう。ユッケ定の柿抜きが二つ、はい。で、何、ご飯とカレーラーメンっておすすめ。カレーラーメンもやってないんですよ。やってないんですよ。ピンポイントできますね。ピンポイントにやって、ピンポイントにやってないんだね。じゃあ、味噌バターラーメン。味噌バターですね。太麺で。味噌バターの太麺ですね。以上でよろしいですか。はい、ユッケ焼きが1つ、かき抜きのユッケ亭が2つ、味噌バターが1つ、食べ比べが1つです。以上でよろしいですか。はい、お待ちください。はい、醤油つける方もいるんですけど、うん、何もつけないと食べ比べだもんね。何も食べ比べ、あ、このまんまでいけるか。このまんまでも大丈夫です。マジですか。どれからいく、どれからいく。マレーモン、マレーモンだよ。開始。これがあっさりしてる。これもあっさりしてる。これがちょっと濃厚、うん、これマッサリ。来たー。はい、だー。はい。いや、その効果を。メガネ、メガネ曇っちゃう。ヒュー。たて。たてです。これ何、味つけてんのかな。うまい。うまい。うまいですよ。うまい。出汁が出てる。もう夜は牛でいいかね。エビ。Thank you.
そのあれポイント GPS ポイントもう一回入れ直すと変わるかな。すげえな。これだ。これはすごいね。これは来たね。これ写真撮るでしょ。行く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 でしょ。あの魚介丸行くでしょ。うん。あの横行って。で右だこれ。ちょっと待って。道はなくなるキャップですね。出る違うんじゃないですか。で320だから向こうだね。落ち石、落ち石というところに来ました。落ち石です。ここは。今から海岸線のあそこに行きたいと思います。行けるのか。さあこのためだけに来ました。さあ行きますよ。っしゃ、いよいよいいかな。はい、さあこれごめん大丈夫、これ、うん、石じゃないですね。手前側走る、右の方走るんだよね。セッティング変更。はい。ロックですか。怖いな。スタックしないですか。ここでスタックで救援要請とかやめてください。どうします？ちょっと考えながら走らないと。どんどんこれ差が高くなってると大変なことになりますよね。この辺は走りやすい感じですか？ここね。ね、あのこの泡がいっぱい出てるところ。なんかあるよ、なんかあるよ。リンゴだ。やっぱダメだよ。あ、いけない。こっちじゃない。危ない危ない。寄せ引っ掛けて、あんまり下がらないで、もう戻れなくなる。あ、でも意外とね、いける、うん、沈んでない、沈んでない。いや、ここはね、うん、うん、で、あんまり後ろ下がると今度ずーっとちょっと心拍数上がったんじゃないですか。後でアプローチで見ますか。これはね、いけない。これどこ行くの。いや、もうこの輪だ、これをこう通ったと、ええ、こっちですよ。間違いなくこっちですよ。あっちはだって結構深いもん。いや、マジで。あー、帰れた、よかった。マジでどっち？だってここはね、待て。あ？ここはね、止まっちゃったんだ。ええ。いや、あの海岸出たの。いや、船があるもんね。いやいや、あのね、無理。この車だから行けた。うん、だって他の車絶対いないよ。インプレッサとか行けないでしょ。無理。じゃあちょっと走ってるとこだけ取りっか。ちょっとどう、何を、え、今もう一回行くって、もう一回行くって、リスク高い。いや、あのね、無理。危なすぎる。え、海岸だよね。いや、降りるのは分かるけど、ちょっと心拍数が。
ベース D のキャンセルとなった、そして場所が変わってしまった釧路の HQ 到着です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ皆さん言うぞ、皆さん言うぞ。お疲れ様でした。HQ の車もあった。はい、お疲れ様でした。はい、デイ3が終わりました。はい、デイ3はなんと幻のデイ3、幻のデイ3だね、今日はね。まあでも楽しかったね。うん、予想外にいろいろ、予想外にね、ちょっとあっけしに行くまでがちょっと時間が足んなかったかな。いやでも間違いなくね、そのエントラントの中で一番頑張ったのね、たくまさん24号車だと思う。距離的に一番走ってる、全然走ってる、今日は一番走ってるね。うん、いや、というよりも途中のブリザード半端なかったね。ファイトアウト、これこんなに一日手続けに食らうのないでしょ。あの、いやほら一瞬アッケーシーに降りた時に、うん、そんなにひどくなかったじゃないですか。もうなんか俺、ね、これは天気良くなるやろ、あれもう全然ないじゃん、どうと、うん、って思った瞬間出て、アッケーシー出た瞬間にまたブリザード落ち石、我々が落ち石海岸に着いた時に、本当に ここの海岸を向こうに行くのかって、どこを通るのかが全く分からなかった。海岸までのこのふかふかなところ、青野さんあそこだよ、ズボッと走り、人が乗ってズボッと下がるのに、そこを車でね、よく行けたね。本当にあれはいい経験でしたね。はい、ランドローバーのその底力を、走破性をね、まざまざと。でもあれは GR ヤリスは間違いなく手前のところでズボッとやって押しもらったね。まあでもね、今日も無事帰れてよかった。無事ね。ほんと途中のあのすれ違いの10トントラックだったり、トレーラーだったり、だっていきなり出てくるからね。もうあのホワイトアウトの向こう側から、ね、真っ白とから乗って出てくるの、そう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 、あれはすごいわ。今はもう落ちてたんだよ。落ちてた。3日連続落ちてた。今日も落ちてた。あれはね。落ちるわな。落ちるわな。っていうね。あのなかなかね、3日連続して事故の現場を見るっていうのは同じようなね、同じようなやっぱり突き刺さるとか、うん、落っこちるとか特に落っこちる系多いね、こっちはね。やっぱりホワイトアウトで見えないんだろうね。あと風が強かったりね、急に。まあということでね、はい、まあ、本当に北の北海道、冬の北海道をなんかいろんな意味で満喫、単調、ね、単調するね、あれはね、感動だったね。はい、まあということでね、あのあと1日だけとなってしまいましたが、そうですね、最終日、ね、なんかさっきね、あのホームページというかインフォメーションで流れてましたけど、我々が昨日寄ったアショロ道の駅アショロ、そうだね。だってちょうどお昼だしね。お昼はね、ハンバーグ食ったら、またハンバーガーを頼んどいて、ああいいかもしれない。でアショロでハンバーガー食って、から最後のサホロリゾート、サホロ、ね、うん、はい、富良野の方ですね。でゴールを迎えるということになります。はい、明日はもう SS がないみたいなんで、まあ富良野のあたり、要はスキー場だから、あの辺が雪道があるのかな。ハイライトなんだろうね、明日。やっぱりハンバーガー。フラノがそろそろクマが出てきてくれないとね。そうそう、クマがね。北の国からごっこ。あ、そうね。なんだっけ、ホタルだっけ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。明日よろしくお願いします。